コスモスクエア駅は大阪府大阪市住の駅南高北一丁目にある大阪市高速電気軌道の駅。コスモスクエアのローマ字表記はコスモスクエアと一単語となっている。中国語表記は訳した宇宙広市場宇宙源である。2005年6月30日までは大阪港トランスポートシステム運営のテクノポート線とニュートラムテクノポート線の駅だったが、 翌7月1日付で、鉄道事業は、大阪市交通局が第2種鉄道事業者になり、大津は第3種鉄道事業者になった。その後、2018年4月1日に、大阪市交通局が民営化されたため、それぞれ大阪メトロ中央線と大阪メトロ南港ポートタウン線の駅として運営されている。2004年に、 駅番号を導入した際に、大阪市交通局の路線以外で、駅番号を採用する場合、大阪市交通局側の末端駅を11番とし、そこから10、09と番号を減らす方式が採用され、当駅の駅番号は、中央線が C10、ニュートラムが P09 となった。その後、戦術の通り当たり駅を含む区間の運営が大津、から、 大阪市交通局に移譲されたため、大阪市交通局の後継である、大阪メトロの駅でありながら駅番号は両路線とも11番未満となっている。両路線とも、島式ホーム1面2線の地下駅である。地下2階に中央線ホーム、地下1階に南港ポートタウン線ホームがある。かつては南港ポートタウン線ホームに乗り換え改札口が設置されていたが、 大阪市交通局への統合に伴い撤去された。当駅は南港運輸事務所に所属し、駅長を配置する。また、当駅及びトレードセンター前駅、中府当駅を管轄する。大阪メトロでは路線ごとにホーム番号が付けられるのが通例だが、この駅はもともと別会社の駅であったために例外となっている。中央線の列車折り返しは、 駅直前がカーブしているため引き上げ線方式となっている。到着した上り列車は2番線に入線して乗客を降ろした後、その先にある2本の引き上げ線に入り、折り返して1番線に入線する。そのため2番線ホームの駅名標には自駅が表示されず、校舎専用とのみ書かれている。2025年日本国際博覧会の会場が夢巣であることから、 当駅から、夢め駅までの延伸が予定されている。工事自体はすでに行われており、夢先トンネルは2009年8月1日に開通した。夜間退泊の運用がある。2020年11月10日の1日、乗降人員は2万611人である。住野駅内の鉄道駅では、住野江公園駅に次いで第2位。 北港観光バスサンスターライン2番乗り場、大阪港国際フェリーターミナル業4番乗り場、大阪港国際フェリーターミナル業大阪シティバス、北港観光バス、ありがとうございます。